ロートは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケン、ロート軍の軍庁所在地。この町は、ニュルンベルク大都市圏に含まれ、同時に、フランケン湖水地方に位置する。ロートは、ミッテル・フランケンのコイパー・ボンチ、ロート川、レドニッツ川及びアウラハ川の合流点に位置する。本市は、公式には30の地区からなる。このうち小集落や、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ロートは、1060年、司教軍デカール2世による教会の剣道式の際の、被災が文献に現れるはじめである。マルクト広場は12世紀の計画的な市場の開設時に設けられた。14世紀中頃から、ロートは、都市圏を得た。ロートが、経済的な役割を担うようになるはるか以前、その名は、皇帝及び、 英国の有名な保護地として、フランケンに限らず、広く知られていた。ここでは、故意でなく、罪を犯した者や重大な罪のない者は皆、その裁判において、自らの権力を行使するための保護者を見出すことが、できた。1535年から、ブランデンブルクアンスバッハ編脅迫は、市の南西部に、ラーティボル城という狩りの上官と、 辺境博領の地方行政機構所在地を兼ねた城を建設し始めた。辺境博家は、方園ソレルン家の分流で、その紋章である黒と銀の一末模様の四分割は、R の文字をその左上に添えて、現在の市の紋章にもなっている。辺境博時代、特に18世紀は、多くの建築物の遺構を残している。1791年に、最後の辺境博が辞任すると、 この工業は、プロイセンの管理下に置かれた。その後、1806年、新たに起こったバイエルン王国に編入された。1800年直前、企業家であるシュティーバーへの城の売却で、ロートの工業化が始まった。シュティーバーは、レオニーシャワレンを起こし、本物の金紙や銀紙を用いた加工を行った。1849年に鉄道が敷設されると、 この都市の有利な地理的条件のおかげで、ロートの伝統産業は大いに交流した。20世紀の初め、ロートは、インダストリエーライクスとクラインシュタット・バイアーンズという肩書きを用いていた。第二次世界大戦後、この都市は伝統産業を経済基盤として、再び発展を遂げた。1972年には、ロート軍の軍長所在地となり、連邦軍の中屯地となっている。 また、フランケンコ水地方に位置する、その魅力が再認識されつつある。ロート駅は、ニュルンベルク S バーン3号線の終着駅である。ニュルンベルク中央駅までは、S バーンで29分、レギオナルエキスプレスを使えば、20分である。南へは、ミュンヘン行きのレギオナルエキスプレスが、アウクスブルク経由、または、インゴルシュタット経由で走っている。ロート駅は、また、 地元の人から、グレットルと呼ばれる鉄道ロートヒルポルトシュタイン、線の始発駅でもある。ラーティボール場、ロートのマルクと広場。ありがとうございます。